東京都は舛添知事のアメリカ出張の際の知事のホテル代と航空機代がおよそ300万円だったと公表しました。舛添知事は今月18日までニューヨークとワシントン DC を訪れ、市長と会談したり、ニューヨークでは証券取引所を視察しました。都は21日この出張の知事分の宿泊代と航空機代を公表しました。宿泊代は5泊でおよそ73万5千円。航空機代はファーストクラスを利用し225万円でした。これまでの知事の出張をめぐっては同行職員が多く経費が高すぎるなどと指摘されていました。こうしたことを受け海外出張経費の検討会が設置され、今回のアメリカ出張を含む過去の出張で無駄や削減できる部分がなかったかどうか検証するということです。